ハノイ郡の田口です。今私はビンホームメトロポリス金間に新しくできましたビングループのコンドミニアムビンホームメトロポリスに来てます。はい、今日はねこちらに来た目的っていうのが、部屋をねビングループ自身がオーナーから、委託契約を受けてで管理を、委託されてるわけですよね。で、部屋を整えて家具を入れてでサービスをつけてまるでサービスアパートのような形でお客様に賃貸をすると、そういう部屋をこのメトロポリスの中で約120個ぐらいの部屋をそういう形で作ってるんですよね。はい、オーナーがここを買うときに、それを条件でねもう買っても要は投資買いなんで、あと管理できないからやってくれと、賃借にもつけて賃貸契約も結んで賃料をいくら約束してくれと、そんな形で契約をしてここを買っていただいてるっていう経緯があるんですよね。はい、そんなお客様たちを束ねてじゃあ部屋を作ってで賃貸やりますよという形で、ビングループが、作った部屋ですね。ビングループが整えた部屋でビングループが根付けをした部屋が、今日ご紹介する部屋です。はい、少しね金額はやっぱり張るんですよね。ビングループ自身のやっぱ利益も乗ってますので、はい、ですので、予算が合う方であればね、いいんじゃないかなと思いますので、どんな感じかねどんな部屋かをこれから、ご紹介しようと思いますので、まずは部屋の中にカメラを入れてみたいと思います。そうしましたら2ベッドルームの75だったかな75平米のお部屋の様子をご紹介しますね。はい、ちょうどね、この向きはもうシティビューがスカーッと見えるんですよね。ちょうど向きは南向きですね。はい、このタイプは結構いい間取りだなと僕は思うんですよね。はい、ちょっとね、どんな感じか、開くかな、開きますかね。よいしょ。外に、ね、洗濯機がこうありまして、で下は金間通りなんですよね。はい、金間の通りで、ここが今ハノイ駅に作ってますよね。縦に大きく穴を開けて地下でこうボーリングで繋いでいくっていう方法です、ね、これから穴を開けますね。はい、ここに駅ができる、駅にかぶりつくマンションっていうことですね。こちらの向きは南向きです。ちょっと今日は白奥もやってますが、はい、スカッと見渡せる、扉を開けると目の前が隣の塔っていうのじゃないですね。はい、っていう感じですよね。こんな感じです。はい、テレビがあって、ラグがあってソファーセットがありますよね。はい、家族連れ、家族仕様、もしくは単身でもいいしカップルでも OK。 はい、お子様1人ぐらいのご家庭であればこの2ベッドルーム十分、はい、対応できるんじゃないかなと思いますね。はい、ベッドもねしっかりと大きくてねふわふわな感じがして、両サイドにはキャビネットがあって片方には読書灯があります。各ベッドルームには必ずねこの窓がこう大きく開けてまして、はい、ね、もちろん開閉できますよね。でペアサッシですよね。見たら分かるようにこうペアグラスになってますんで、閉めてるうちは全然音はねしませんね。はい、静かな感じです。ちょっと開けてみましょうか。はい、こんな感じですね。ゴーっていう音は、ね、聞こえてきます。はい、閉めるとこんな感じですよね。でレースのカーテンと遮光カーテン、ちゃんと2レーンをしっかりと作ってくれてます。はい、テレビ台の下にはちょっとした収納が2つあって、これは化粧、ドレッサーですかね、一応ご夫婦連れを想定しているのかもしれませんね。でクローゼットはしっかりとセーフティーボックスもちゃんとつけてます。この辺は抜かりはないですよね。でハンガーがあって天袋が2つあります。でメインベッドルームに通じるバスルーム、これはお手洗いと洗面とバスタブですよね。はい、ビングループのアパートは全てお湯タンク方式じゃありませんから、セントラルですからお湯はずっと出続けます。毎日肩までね浸かることもできますね。はい、こういう仕様になってます。タオルもねウェルカムタオルがちゃんとつけてまして、これはもうずっと使ってくださいと
ということで、まあ、いろいろ細かくね、タオルチェンジであったりハウスキーピング、1回1回ね、そのサービスを入れるんであればいくら、家賃にいくら、プラスですよというような計算になりますので、どこまで入れるかを皆さんの予算に合わせて決めていただくっていうような形になってます。はい、エアコンはもうビルトインですよね。でシーメンスさんっていうねメーカーのエアコンを標準で取り入れてます。はい、どこの部屋からも必ず窓がつながってましたね。はい、でこんな風に風景が見える、まあ、ただこの下の建物、これなんかね建物が建つのかちょっと分かんないんですよね。はい、フラットじゃないと思います。何かしらの駅舎校舎の上のなんか建物は建ってくると思いますけどもね、ちょっとそこがまずは何階建てのどういったものが来るかが見えてないので何とも言えません。はい、グラスシャワーがあります。2ベッドルームで2バスルーム、ね、2つのトイレがつくのが標準です。ベッド数の数だけトイレがあるというのがこの国の基本ですよね。はい、どうでしょうか。2ベッドルームの70平米台、73から75平米ぐらいのお部屋ですね。はい、ちょうどねこのここですよね、この位置になりますので、シティビューがスカーッと見えるというね、こういう形ですね。いかがでしょうか。全てここにあるものは標準で使っていただけます。2口のキッチンシンク、 IH のクッキングヒーター、 IH 用のお鍋、大中小フライパン、このあたりですね、まあ、全部一緒です。はい、物干し竿もちゃんとついてます。はい、横広の観音開きの冷蔵庫もしっかり標準でつけてます。はい、このタイプはとても人気がある2ベッドルームですね。